もうしばらく経ったので、水もね、何回かこのこっち側にこう入れてますので、はい。メダカをですね、解放してみましょう。はい、皆さんこんにちは。遊び方ファクトリーチャンネルです。ご視聴ありがとうございます。はい。ここわかります?太陽のね、はい、光がもうがっつり入るところでね、今撮影してるんですけど、はい、30度をもう超えてましてですね、超えてないか、30度ぴったりですね。30度あるんですよ。で、ここね、すごく光が差すところなんですけど、まあそんなところにですね、こういうふうに水槽を設置しております。この水槽はですね、メダカが、ちょっとね、スマホで見ると見えないかもしれないですけど、メダカが大量に入っておりまして、時々ね、ショート動画に上げさせてもらって、過密じゃないですかってね、コメントいただいて、タイヤもするんですけど、実はね、過密なんですよ。飼育としてこういうふうにしてるわけじゃなくてですね、実は、こう、春からですね、秋口にかけては、外、これ外なんですよ。はい。このようにですね、はい。ベランダビオトープですね。まあ、いわゆるベラントープ、はい、ベラントープの方で過ごしているメダカたちが、まあ、冬はですねちょっとチートな暮らしをしているというような感じになります。今日何やるかっていうとですね、もう春 もうだいぶね経ってきまして、最低気温もね結構上がってきたので、このね中で過ごしているメダカたちをですねちょっとベラントープの方に戻そうというのをね今日はやってみようかなと思います。もうね、皆さんご存知かと思うんですけど、まあご存知ない方ももしかいるかもしれないのでね、こう、やっぱメダカを育てる上で太陽の光ってすごく大事なので、まあ丈夫にもなりますし、室内だけでこう、特に光を当てずに育てるとですね、結構落ちる個体っていうのが増えてきますので、まあそういった意味でもですね、丈夫なメダカを育てるためにも、やはり元々屋外でね、生活してますので、まあそういった意味で環境をね、良くするという意味で今日はやってみようかなと思います。うちではですね、ジェックスのその屋外用のね、飼育ケースっていうのを今回3年目になるんですけど、ちょっと広がったかなっていうのはありますけど、それ以外にはですね、まあチェックとかもしてて、結構丈夫なので、これはね、もう3年使ったからこそ言える、いいですよっていうね、おすすめできるケースがあるので、まあそれも合わせてね、ご紹介しようかなというのと、水草もね、一緒に入れてるので、まあその雰囲気とかも含めてね、ちょっとご紹介したいなと思いますので、最後までご視聴ください。こちらがですね、今、メダカたちがですね、生活しているという水槽になります。楊貴妃メダカのですね、3世代目ぐらいですかね。で、あとは白メダカとかですね、黒メダカっていったところが一緒に生活していると。で、おそらくですけど、まあ、ビオトープにいる時点で交雑もしているので、まあ、ミックスされたようなですね、黒メダカでラメが入ってたりみたいなね、まあ、そういうメダカも一緒にいたりします。こう、ブラックダイヤとかですね、読みとかですね。まあそういうなんか分かれたもの以外はですね、比較的こういうふうに一緒にさせています。すごいでしょ?この、この数。一応全部救えたのでね。熱い。ちょっと温度と水をね、しばらく時間を経過させて合わせようか。はい。時飛ばし。で、このケースがジェックスのですね、屋外対応のプラの飼育ケースとなっております。途中ね、ちょっと紹介しましたけど、須藤とかね、他にもメーカーさんあるんですけど、まあこれ結構厚みがあってね、丈夫そうだったのでこれを使っております。今年3年目ですけど、結構掃除しながらとかね、で、中のソイルなんかも交換しながらとかやって3年経ちましたけど、頑張って、特にね、漏れるとかそういうことなく使えております。ここのね、この幅、この幅が少しね、ちょっとこっちに開いたような気はします。はい。これは寄せ植えをそのままね、ポットごとこう置いてる感じになりますね。
これ L サイズ、 L サイズなんですけどね、はい、こちらに小さいサイズもありまして、これがなんとですねこの上に乗せられるというね、いうことで、今ねこの水合わせとかやってるんで外しましたけど、ちょっと後でねこれ乗せたところもね撮ってみようかなと思います。はい、それではですね、このように見えてるかな、姫谷市もねちょっと一緒に入れようかと思います。まあ、このビオトープシーズンでリセットするんですけど、まあ洗うったってね洗剤で洗うわけじゃなくて、まあ軽くねこの横っちょについてるようなものを落とすんですけど、もうねこうリセットして外に置いてね2週間以上経過するんで、まあ、横の方にですね藻類というかね生えてきてますので、もうヒメタニシも入れても大丈夫かなという感じでございます。はい、さっき言ったねところは、はい、こんな感じですね。ちょっと押したらもうこれが本来かな、はい、もしかしたら水の圧力で少し広がってるかもしれないですね、3年目で。はい、それではですね、もうしばらく経ったので水もね何回かこのこっち側にこう入れてますので、はい、メダカをですね解放してみましょう。ではですね、これがですね重ねるとどうなるかっていうのをねちょっとやってみようかなと思います。こちらがですね乗せたところなんですけど、ちゃんとね乗せられるように設計されておりまして、こちらもね結構水容量あるので違うね種類のメダカ入れたり稚魚入れたりっていうことができますね。寄せ植えの間をねこういうふうに泳いでいるのが見えると、で夏でいうとね日陰がまあ作れるというところもいいですし、こう引いてみるとね立体的にビオトープが、はい、なかなか斬新じゃないですか、はい、かっこいいなと思いますけど、こういうふうに照明とかもついておりますので、でまあ、このままだとねちょっと鳥にやられる恐れがあるので、ちゃんとねこういう、はい、蓋もありますので、はい、こんな感じですね。無事メダカとですね姫谷市のお引越しが完了してですね、今年もメダカの学校開校ということで、ビオトープをねこの春楽しんでいこうかなと思っております。はい、今年はねちょっと冬越しをトライしてみようと思うので、冬越しできるようにですね、まあ飽和休止というか少し取らせることができるようにするために、採卵の時期なんかっていうのをねちょっと調整して、あまり秋口まで取るとですね、こう冬に行くまでに小さいこう魚たちがですねこうエネルギーを蓄えられないので、まあ、その辺をねちょっと調整してみようかなと思っております。はい、あとちょっと面白いというか興味深いのがあって、こう原種に近いようなね白メダカとか黒メダカとか、まああとなんだ青メダカとかね、あの辺は感じたことないんですけど、こう四季姫高ですね、四季姫高の2世代目で少し出てきたのと、あと改良品種のねサタンとかブラックダイヤ、あの2世代目3世代目の奇形の発生率がちょっと高いので、まあちょっと近親交雑っていうのもこう強い品種というかね原種に近いところと、やっぱり改良品種でなかなかこう難しいっていうのもあったりするので、そんなのもねなんか途中でお届けできたらなとは思っております。はい、というわけでねメダカのシーズンですよ皆さん、はい、これから始める方もですねぜひこう気軽に、結構強い魚ですので、ね、楽しめますので、ぜひトライしてみてはいかがでしょうか。今日もご覧いただいてありがとうございます。次回の動画でお会いしましょう。さようなら。